ジョージ・ステイシー・デイビスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、広報出身のプロ野球選手。宇藤良だ。1890年にクリーブランド・スパイダーズに入団。クリーブランドでは、最初外野を守っていたが、1892年以降は、内野に転向する。1893年に、バック・ユイングとの交換トレードで、ニューヨーク・ジャイアンツに移籍。 同年、投手、本塁間の距離を50フィートから60フィート6インチにするルール改定があり、デイビスはその恩恵を受けることになる。それまで2割6部程度だった打率は、この年に355にまで跳ね上がり、以後9年続けて、打率3割を上げる。また1893年の6月14日のゲームでは、 一イニングス七塁打を放つという記録も打ち立てた。1895年と1900年、1901年にはニューヨークジャイアンツの選手兼任監督を務めた。1900年4月26日、球場近くで大きな火災があった際、彼はチームメイトと共に人命救助を手伝い。 顔に水ぶくれができたまま夕方の試合に出場したというエピソードも残っている。1902年にホワイトソックスに移籍。1906年にチームはアメリカンリーグを制覇、同年のワールドシリーズで6打点を挙げ、この年のチーム打率が230しかなくヒットレスワンダーと呼ばれたチームをワールドシリーズ制覇に導いた。 1909年に現役を引退。引退後、彼はプロボーラーや自動車のセールスマンなどをしていた。1940年にフィラデルフィアで亡くなったが、没年については1968年までわからなかった。1998年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。ありがとうございます。